水着ってほとんど下着と一緒なんですよ、ベースは。下着と一緒なんですね。で、それを人に見せるって相当なことなんですよ。はい、皆さん、こんばんは。かずみクラブの時間です。はい、今日は今、福岡、博多旅行に来ております。まあ、いろいろ巡ったんですけど、今、ホテルの中で、これからちょっと晩酌ということで、軽く飲んでこれから寝ようと思うんですけど、まあ、その合間を縫って、この時間を頂戴しております。はい。じゃあ、まず乾杯しましょう。早速、シンプルトリスで。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。ああ、くだらない話をしながら、今日もおつまみ。ビニール。オーガン焼きです。なんだっけ、最近、やっと500人を超えました。地味に2年ぐらいずっとダラダラやってて、やっと500人なんです。もうあと500人足りないんですけどね。あと500人足りないんですけどね。やっと500人行きました。本当に皆さんありがとうございます。本当こんなくだらない、ただの酒飲みの、くだらない女の日常の動画なんですけど、今後ともお付き合いいただきたく思います。コメントいただけたら、ちゃんと、ね、お返しできたらなと思うのでお願いします。これ楽しいです。返事返しても。喋るのがもともと好きなんでね。もっともっと喋りたい。まあ、そんなことは置いといて。マジで痩せたい。この4文字しか今年の夏はない。なんか最近気づいたことがあって、登録してみてくださる方はご存知かと思うんですけど、私、ステッパー買ったじゃないですか。あ、マジで痩せたくてステッパー買ったんです。本当に。なんで買ったかっていうと、友達同士で島に行くっていう話で、その中でやっぱ島ってなるとやることって限られるじゃないですか。海に入るっていう、まあ、試練がね、訪れてくるんですよ。で、海に入るってことは水着を着なきゃいけないじゃないですか。服を脱ぐ瞬間ってほとんどないんですよ。ないじゃないですか。人前でね。水着ってほとんど下着と一緒なんですよ、ベースは。下着と一緒なんですね。で、それを人に見せるって相当なことなんですよ。で、やっぱそれなりに見にくいといけないんで、やっぱこう、ちょっとは引き締めようと。でも、運動はしたくない。ほんと嫌い。もうとにかく走りたくない。何で走るって。なんで走んなきゃいけないの。どうやって痩せれるか。一応家でもストレッチとかしてるんですよ。いや、変わんない。全然変わんない、ストレッチじゃ。ちょっとした お尻のトレーニングしてるんです。全然変わらない。どうしよう。やっぱ有酸素運動。家で有酸素運動。ダンス。ダンス。ステッパーだって、いきなりたどり着いたんです。結構高かったんですけど、痩せるために奮発しました。島のために。私は島のために頑張りました。で、毎日できないんですけど、まあ、テレビ見ながら隙間時間にね、家事もしながらできるっていう、本当にいいなと思って。まあ、程よく汗もかく。いいじゃないか、これ。まあ、体重が減ってる減ってないとか、わかんないく、気持ち的に、バウンドしてるって。ちょっと汗かいてる。ウルサーズウードしてる。家で痩せそう。いい感じみたいな感じ。体重としてはやっぱなかなかあんまり落ちなくて、目に見えるほど痩せたっていう感じはなく、気持ちの問題だなと思って、運動してるっていう。それだけなんです。ステッパーの価値としては。で、この間、旦那さんとカフェに行ったんです。旦那さんだからまだね、比較的他の人よりは見せれるじゃないですか。いや、それでも30分抵抗しましたけど、30分ぐらい。で、まあ、30分ぐらいごねて、楽しめるぐらいの気分になって、プールを過ごしてたんですけど、なんか、プール行った次の日に体重計乗ったんですよ。じゃ2キロぐらい痩せてて。まあ、本当に2キロぐらいなんか知んなければ痩せてて。なんかこの間買ったステッパー何ってこと思っちゃって、私、2万円近くして購入したステッパーなのに、何だったのかなもしかしてみたいな。プールで2キロ痩せたんやって。プール行きゃ2キロ痩せるやんと思って。ステッパーよりプール行きゃ痩せるやん。結果なんですよ。本当に。何だったのこの間痩せたい。みたいな。そのプール行きゃ2キロ痩せたいのみたいな。で、ちょっと思ったのがステッパーを売って、で、プールは市民プールとかなので、まあ、500円もかかんないで行けるんですよ。60回プールは行けんなって。だいぶ痩せますよね。たったちょっと遊んだ時に2キロですよ。えげつなと思って。水泳キャップ被んなきゃいけないけど、2キロ痩せんの？で、あの2キロ、マジ謎。でね、まあ、多分皆さん今ね、口を揃えて思ってることがあると思うんですけど。じゃあまず飲むね。そして握って飲む。これが原因なの。この二つのダブルパンチが原因なんですよ、これ、まさしく。で、これを私が取り除くことは不可能なんですよ。これだけは譲れないと。だからこそ、ステッパーとかそういった無駄な金かけて頑張ってたんですよ。走れば、走ったんだ。押したプールで2キロ痩せたじゃないか。もう、解決ですよ。出したね。ダイソーで水泳キャップ買ってきます。これから励もうと思います。意気込みです。応援してください。他にもっと楽な、安く、楽に収まる。ダイエット方法あったら教えてください。次回、私はプールに行くのか、ご期待ください。チャンネル登録、
コメントお待ちしております。